こんにちは、小助です。僕の愛車 CX-8 がついにね、マイナーチェンジいたしました。まあ、マツダ的に言えばね、商品改良ですかね。先日10月23日受注開始で11月28日に発売ということのようです。で、内容を見てみるとね、もうほんと羨ましい内容ばっかりでしたね。まあ、全てではないかもしれませんが、ざっくりね、今回のマイナーチェンジ、商品改良ね、での変更点はね、こんな感じになってます。今回はね、この変更点を詳しく見ていきたいと思います。ほんとね、羨ましい変更点たくさんあるんですよね。まず一つ目の変更点なんですが、全グレードで四駆と FF が選べるようになったみたいです。もともと FF しかなかったスカイアクティブ G の 2.5 のモデルに四駆を追加して、あとね、2.5 のターボモデルには FF が追加されて、全部のグレードで四駆と FF が選べるようになったということです。さらにね、4WD、AWD には新開発のオフロードトラクションアシストというのがね、追加されているみたいです。もともとね、マツダの四駆ってすごい高性能で、燃費とね、走破性、両方両立したような、そういう四駆なんですが、それに、これですね。悪路から脱出が困難な状況でもオフロードトラクションアシストを作動させることでホニャララと書いてあります。要はね、空転してしまっているタイヤを抑制して、路面に設置しているタイヤに適切に駆動力を分配してくれる機能みたいです。まあ、元々似たような機能ついてるはずなんですが、それが多分より強力になったんでしょうね。ドライバー自身がタイヤのスリップをコントロールでき、悪路においても人馬一体のコントロール性を提供と。いや、なかなかね、すごそうなシステムですよね。これは北海道に住んでいる僕にとってはかなり羨ましい機能です。まあ、現状の四駆でもね、そうそう簡単にスタックしたりすることはないと思うんですが、まあ、ついていればね、やっぱりありがたいですよね。特にこう観光とかで山の方行ったりして、まあ、下手にね、変な道入っちゃうと、片輪だけね、一個のタイヤだけズボッと埋まっちゃってスタックしてしまうということもありえるので、これはね、すごく欲しいですね。まあ、スタック脱出を補助する機能ということで、基本的には走行性能にはあんまり関係ないかもしれませんが、雪の降る場所に住んでいたり、悪路を走るという人にはね、すごくありがたい機能だと思います。これは本当羨ましいです。そして今回 CX-8 にはグレードが追加されます。何のグレードが追加されたかというと、まず、エクスクルーシブモードですね。CX-5 にはあったエクスクルーシブモード、CX-8 にはね、L パッケージでかなりの装備がついていたので、エクスクルーシブモードなかったんですが、今回追加されることになりました。これはね、ディーゼルにもガソリンにも追加されます。このエクスクルーシブモードは2列目がね、アームレスト付きのコンソール、今まで L パケであったアームレスト付きのコンソールになるみたいですね。このタイプね、このタイプのアームレスト付きのコンソールに2列目がなって、そして2列目に電動スライドシートが付くと。さらにね、ベンチレーション機能とかシートヒーターもついて、電動ウォークイン機能、多分このボタンでしょうけど、これを押すと、まあ、多分ね、後ろにウォークインできるようにシートが勝手に動くんでしょうね。まあ、こんな機能がついてね、前の席のシートとほぼ同じような機能がつくことになります。2列目の快適性がかなりアップするという感じですね。これがエクスクルーシブモード。その代わり L パッケージにはアームレスト付きの6人乗りがなくなりましたね。ウォークスルーになってます。これ今 L パッケージの6人乗りなんですけど、本当はね、 L パッケージここにアームレストあったんですが、それがなくなりましたね。ウォークスルーのモデルになってます。それとベンチシートタイプ、この2種類ということみたいです。そしてこれはディーゼルだけなんですが、クロス D のプロアクティブ S パッケージというのがね、追加されました。この S パッケージというのはプロアクティブと L パケの間ぐらいのグレードになるみたいですね。プロアクティブだとシートがね、布でできているんですが、プロアクティブの S パッケージだとシートがね、ブラックの革ということになります。で、あとね、S パッケージはこのメーターがね、ディスプレイタイプになるので、これが欲しくて L パケを選んでいたという人はね、1個グレードを下げて S パッケージでもこれがついてくるみたいなので、価格も安く抑えられるかもしれませんね。プロアクティブはこのディスプレイタイプじゃなくて、こういうね、普通のメーターになってしまうので、この差はね、結構大きかったんじゃないかなと思います。まあ、今はこのメーターなのはプロアクティブの下のグレードだけということになりますね。ちなみにガソリンに関してはプロアクティブの S パッケージというのはないです。ディーゼルだけですね。
まあ、そんなねグレードが追加されたということになります。そしてねこれがねほんと羨ましいんですが、電動スライドガラスサンルーフ、これねこれなんと L パッケージに標準装備でついてくるようになりました。いやーいいね、羨ましい。しかも標準装備ですからね。ちなみにメーカーオプションで電動スライドガラスサンルーフレスが選べるようになっています。なのでサンルーフは取り外すこともできるということですね。でちょっと気になったんですけど、ボーズレスがなくなりましたね。ボーズは強制的についてくるみたいです。ボーズレス確か前はあったはずなんですが選べなくなっているので、多分ねボーズは強制的につくんでしょうね。このサンルーフは L パッケージ以上だと選べるみたいですね。まあ選べるというかついてくるみたいですね。でレスが選べると。で気になったので見てみたんですが、 S パッケージプロアクティブね、これだと電動スライドガラスサンルーフは標準装備でついてこないです。ただしメーカーオプションで選べるようになっています。こっちはね BOSE もメーカーオプションになってますね。ただのプロアクティブ S パッケージじゃないタイプになるとサンルーフはメーカーオプションでも選べません。なのでサンルーフが欲しい場合は S パッケージ以上のグレードということになりますね。そして一部グレードの3列目シートに充電用の USB が追加されています。でちょっとねこれ見てみると BOSE とセットでついてくるみたいですね。見ての通りこのメーカーオプションの BOSE のところにサードシート充電用 USB 端子 ×2 と書いてあります。なので BOSE が強制的についてくる L パッケージ以上のモデルになると、このサードシート用充電 USB、 これねこれも勝手についてくるということになりますね。そして次がね、ルーフ部分に塗布型制振材というのを採用することで、雨粒がねルーフを叩く音が低減しているみたいです。まあ、雨のねポツポツポツっていう音がかなり低減していて、より静粛性の高い空間になっているみたいですね。特にウェブサイトには書かれていないんですが、まあそこがね変更点というふうに書いてありました。そしてね次がね羨ましいですね。ナビのディスプレイサイズが7インチから8インチになりました。あのアテンザでね、マツダ6で最初から8インチだったじゃないですか。なので当然ね CX8 も8インチになるだろうなとは思ったんですけど、まあ、今回のタイミングでなりましたね。さすがにマツダ3とかに採用されている次の世代のね新しいナビ 8.8 インチのタイプはつけることができないみたいですが、アテンザ、マツダ6と同じ8インチのナビになっているということで、まあ、ちょっとちっちゃくて見づらいなと思っていた方にはかなりね朗報だと思います。まあ7インチでもね別に構わないんですけど、機能的には変わりませんからね。まあただ7よりも8の方がちょっと見やすかったんじゃないかなという感じはします。これはねちょっと羨ましいですね。そして次がサブトランクボックスの奥行きが拡大されたということでした。これはね BOSE 搭載車と BOSE がついてないのでサブトランクの大きさかなり違うんですが、どっちもね拡大されているみたいです。 BOSE 装着車は今まで56リッターだったのがプラス8リッター、そして非装着車は84リッターだったのがプラス19リッターということで、ポリタンク1個分ぐらいね増えてます。まあ僕は搭載車なので8リッター増えるということですが、8リッターでもかなりの大きさですよね。いやこれはね本当羨ましいです。まあ今のサイズでも確かにね十分といえば十分なんですけど、あのサブトランクが大きいとねいろいろ物を入れることができますし、そこに入れておけばね目に見えるところに物を置かなくて済むので、これは本当にね羨ましいですね。サブトランクが拡大してます。そしてエルパケのベンチシートタイプ、これにねワンタッチウォークインスイッチというのが追加されたみたいです。ここに書いてますね、ワンタッチウォークイン機能、7人乗りのみ、ベンチシートのみについている機能ですが、多分このね小さいボタンだと思います。これを押すとガバンと倒れるんでしょうね。でこれより上のエクスクルーシブモードは電動になります。なのでこのウォークイン機能はエルパケのみということですね。でさっきも言いましたが、 L パッケージにこのねウォークスルーのモデルが追加されております。 L パケはここにねアームレストがあるタイプかベンチシートしかなかったんですが、アームレストのタイプはエクスクルーシブモードになって、 L パケの6人乗りはウォークスルーと、これもねすごく望んでいた人多かったと思います。僕もこれが欲しかった。まあここまでがねすごく大きな変更点なんですが、それ以外にもねプロアクティブのセカンドシートに
シートヒーターが追加されたり、あとはね、このウォークスルーのタイプの車に、ここにね、カップホルダーついてますよね。このカップホルダーと、ここにね、USB 端子があるそうです。ベンチシートとかね、アームレスト付きにはありましたけど、そのウォークスルータイプにもついたということですね。以上がね、CX-8 のマイナーチェンジ、商品改良の内容です。まあ、もしかすると抜けている点あるかもしれませんが、まあ、大体ね、こんなもんですね。こうやってね、改めて紹介してみると、本当ね、羨ましい装備ばかりですよね。特に CX-8 に欲しい装備として、以前も紹介したね、サンルーフとナビの大型化。これはね、いいなと思いますし、そして2列目シートのウォークスルースイッチね。2列目シートを倒すレバーが少し使いにくいという話もね、僕以前していましたが、それもね、このスイッチで改善されるのかもしれませんね。そしてサブトランクの大型も絶対便利ですし、何より AWD の性能アップ。これも雪国に住んでいる人には本当ね、ありがたい機能ではないでしょうか。僕も欲しいですね。で、最後にね、価格なんですけど、大幅に上がってますね。まあ、大幅にっていうほどでもないんですが、見ての通り、Lパケで467万円。まあ、これは増税の関係もあると思いますが、10万ちょっとぐらい、まあ、サンルーフ分ぐらい上がってるんでしょうね。で、一番高いエクスクルーシブモードが出たので、一番最上位グレードになるといくらかというと、なんと4区で489万。もう500万ですね。車両本体価格で500万ということになります。いやー、高くなったね。ちなみにガソリンのターボモデル、これのエクスクルーシブモードも480万ということで、ほぼ500万近い価格になっています。いやー、ほんとね、車は進化していくのでしょうがないですが、これから買う方はね、CX-8すごく楽しめるんじゃないかと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。